笑いの基本は裏切りなんです。見ている側のイメージを裏切ることによって笑いが生まれるんです。例えば、バナナの皮で転ぶシーンがあったとして、いかにもドジなやつが転ぶよりもかっこいいやつがかっこつけた後にすっ転ぶ方が笑えるやん。それが裏切り。一つも笑えないぞ。え？バナナの皮で転んでる人がいたら、まずは大丈夫ですかという気持ちになる。なぜ笑える？現実ではそうかもしれへんけども、これは喜劇の中の話やから笑っていいの。なぜだ？だから笑わそうと演じてるやつがおるから、で見てる側もそれ分かってるから笑うの。分かってたら裏切りになってないじゃないか。なんだ、笑いの基本は裏切りじゃないのか。いや、だからその笑いにもそのスポーツみたいにこうルールっていうのがあって、そのルールの中に裏切りがある。